皆様ごきげんよう。ナイスク新刊配信の時間です。司会は私、超重人物戯画が好きすぎて京都まで見に行った安藤久美香です。今回は9月に出されましたブレーベル館の120プラス塾を紹介いたします。早速この本を担当した尾崎に話を聞いていきます。はい、お願いします。この本はどんな経緯でどんな人に向けて出された本でしょうか。はい、この本120プラス塾はですね、サブタイトルに人生を 120% 楽しみ、あわよくば120歳まで生きるつもりの65歳以上の方々に送る好奇心の火種というものが出ておりまして、まあ、65歳より上、シニア層の方に向けてですね、いろんな、リハビリだったり雑学だったり、クイズだったりというのを、塾形式で科目ごとに紹介した本になっております。それでは、自慢のポイントというところはどこでしょうか。はい、自慢のポイントはですね、この、出版社さんがブレーベル館さんというところから出されているんですけど、このブレーベル館さんはアンパンマンとか児童書で人気 の、はい、出版社で、実はシニア向けに本を作るのが今回初めてだった。そういう、新しい、開発に関われたというのが、一番の注目ポイントになります。ありがとうございます。それでは最後におすすめのコーナーを教えていただきたいと思います。はい、そうですね、おすすめのコーナーはいっぱいあるんですけど、一番読み応えがあるかなっていうのがこのリハビリの、メソッドが書いてあるコーナー10ページぐらいあるんですけど、現役の、時系医大の先生が原稿を書いてで図解と一緒に、家で今すぐできる、関節を痛くなくすなんかトレーニングとかリハビリ方法が載ってますので、すごい参考になるかなと思います。現役の先生が書いてますので、はい、それではありがとうございます。こちらはフレーベル会より出された120プラス塾は、全国書店アマゾンにてお買い求めになります。私もこの本をあと50年後ぐらいには買って読んでみたいかなと思っております。お待ちしております。それではぜひ皆さんも読んでみてください。以上でナイスク新刊紹介を終わります。ありがとうございます。ありがとうございました。